桃ラジオ。明けましておめでとうございます。今年も皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。早速ですが、今年もこのコーナーから始めたいと思います。桃猫のみんなに聞くにゃー。昨年末の終わりのお題は忘れられない嘘のエピソードでした。このお題にいただいたコメントをご紹介したいと思います。まずはミスター T さんからは、今までついた嘘ですね。嘘ついたことないからな。それは嘘。かっこ嘘、月並みな嘘ですみませんといただきましたが、いやーこれはね、ミスター T さんのとても誠実でね、まっすぐなお人柄を表すコメントですよね。嘘言ってる人の中にはね、自分がね嘘言ってるっていう自覚すらない人いますよね。ミスター T さん、いつもありがとうございます。今年もよろしく。さてさて、次のコメントはですね、ピアノ D さんですね。小学校の時、母親のおやつのどら焼きを見つけ、いけないこととは思いつつも、当時ドラえもんのファンでもあり、理性に負け半分かじってしまいました。食べたと言えず、それを探す母親から逃げ、半分かじったどら焼きを手に持ったまま、なぜかお風呂場に追いやられ、それを排水口に隠しました。排水口。それから数日たち、なんと排水口から虫が大量発生したのですよ。わわわわわ。で、母親が開けたら、原型をとどめていないどら焼きが、だんだん読むの辛くなってきた。原型をとどめていないどら焼きが、ペースト状で腐って笑っていました。なぜ笑う？なぜ笑うんだ？それは嘘。いや、最後にね、ありがとうございましたということなんですが、いや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 、こちらこそ。いつもディープなエピソードをありがとうね、本当に。本当ですよ。ドラえもんのねファンだったとコメントにもあるので、ピアノ D さんとお母さんの姿が、まあ、私の頭の中でですね、のび太とのび太ママに重なりました。ね、本当にね、ドラえもん、僕のドラ焼きも出してよ。お願いドラえもんみたいな。ピアノ D さん、今年もディープ街道まっしぐらかな。ね。ま、今年もよろしく。もう一つコメントいただいています。江戸ナイフさんのコメントですね。まあ、江戸ナイフさんのね、このナイフというのは、まあ、物を切るナイフではなくて、内大臣のナイフですね。なので、きっとね、歴史好きな方なんでしょうね。その江戸ナイフさんのコメントです。私のついた嘘は、イカが苦手なのに、ある女性と食事に行った時に、これ美味しいですよと勧められたのが、イカ刺し。つらい。でも、顔色を変えずに食べました。それは嘘。というコメントですが、これもね、江戸ナイフさんの優しさが現れてますよね。まあね、一つちょっと気になるのはね、このイカ刺しを勧めてくれた女性のことなんですがね、江戸ナイフさんがこの女性をいいなっていうふうにね、好意を寄せていた人なのか、それともこの女性がめちゃめちゃ怖い雰囲気の女性なのか、それとも特にまあ何でもない普通の女性だったのかということがね、少し気になるっていう感じなんですが、楽しいエピソードですね、これね。私だったらね、どうなんだろう。苦手なもの勧められたら我慢して、食べる自信ないかな、やっぱりね。江戸ナイフさん、あっぱれ。今年もよろしく。
今回ね、思ったんだけど、皆さんからのコメントをね、こうして改めて声に出して読んでみるとね、面白いよね、結構ね。本当ありがとうございました。あと、名前呼んでね、と言ってもらったのはですね、秋山正幸、正明さん。またこれ、今日から正幸に改名しましたみたい。ごめんなさい。秋山正明さんですね。いつもありがとうございます。歌う声と話し声、笑い声の素敵な桃猫さん。特に笑い声が大好きですと言っていただきました。いやね、ほんとね、よく笑う猫ですよね、ほんとね。秋山正明さん、今年もよろしく。そして、いつも私のことをももっちと言ってくれる日高さんですね。日高っち。ももっち、日高っち、いつからそうなったんだろうね。Google プラスのね、SNS をした時に結構コメントいただいてたので、なんかももっち、日高っちっていう風に呼んでたんですが、ももっち、今年も頑張ります。日高っちもファイト。今年もよろしく。そしていつも変わらず応援してくださる沖縄のターボーさん。本当ね、楽しいコメントいつもいただくんですが、昨年の沖縄のね、首里城の火災の時にはね、私もやはり真っ先にターボーさんのことが思い浮かびました。いつも私のいろいろな曲や動画を楽しんでくださって、いろいろねコメントでいただいてるんですよね。ターボーさん、いつもありがとう。今年も元気届けます、よろしく。そして最後は、この間ね、ぜひジュンと呼んでくださいと言ってくださったジュンさん。ジュンさんのジュンっていうのは潤うと書くんですね。潤うジュンさんなんですね。まあね、潤うって すごくね大切なことですよね。今年も皆さんに潤っていただけるように頑張りたいなと思う猫であります。いつもありがとう、ジュンさん、今年もよろしく。ということで、とにかく今年も皆さんとの交流を楽しみにしています。YouTube、そしてインスタ、ツイッターなど、どうぞお気軽にコメントしてください。皆様からの応援、お待ちしています。ももラジ。ももラジ。さて、今年もアンドレ・ヤニオンさんの曲からスタートしたいと思います。お正月休みが明けてね、仕事や日常に追われる日々が始まった中、ひととき、緩やかな時間をお過ごしください。桃猫の演奏でアンドレ・ヤニオンさんの明日です。お聴きください。Thank you.
ジ。さて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 、お知らせです。いきなりですが、ももねこボーカル曲第3弾が完成しました。前回の嘘、It's a Lie のリリースが11月10日だったので、あれから2ヶ月なんだね。もう少しね、短いと思ってたんだけど、まあ、結局ね、2ヶ月かかってるんだね。うん、12月、SNS お休みしている間も、黙々とね、まあ、制作活動に励んでおりました。前回、前々回とはまた少し違った感じに仕上がっているので、ぜひ、たくさんの皆さんに聞いていただきたいなと思っています。楽しみにしていてください。リリース日は、次の日曜日、1月12日、日曜日の夜です。タイトルは、まだ内緒。意地悪。まだ内緒です。ごめんなさい。リリース日の前日、1月11日土曜日のインスタ、ツイッターでタイトル発表します。気になる方はそちらもちらりと覗いてみてください。もう一度繰り返しますね。次の日曜日、1月12日、日曜日の夜、この YouTube より、ももねこボーカル曲の第3弾をリリースします。また、前日の1月11日土曜日には、インスタ、ツイッターで曲タイトルの発表をします。お楽しみに。たくさんの皆さんに聴いていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。それでは、そろそろお別れの時間です。ピアノで歌い、歌で綴る猫、ももねこがお届けするももラジオ、ももラジ。次回もお楽しみに。1月12日リリースのボーカル曲、聴いてにゃー。それでは皆さん、お元気でー。桃ラジオ。